北海道南部に横たわる日高山脈、そこから流れ出す猿川、その川沿いに北海道猿郡平取町二部谷の集落が広がります。平取町は札幌や千歳空港のある道央と帯広や釧路などの道東を結ぶ中継ポイントの位置にあります。北海道の大地には旧石器時代や縄文時代から人々の暮らしがありました。そうした長い歴史の中から豊かな自然の恵みを生かし自然と共生していくアイヌの文化が確立していきました。この二部谷はアイヌの人たちの聖地であり、今もたくさんのアイヌの人たちが暮らしています。そして今豊かな自然の景観を残した二部谷は、国の重要文化的景観にも選定されています。猿川の河畔に立つ、平取町立二部谷アイヌ文化博物館。研究者や専門家のほか、観光客や修学旅行の生徒たちが、年間2万5000人から3万人も訪れてきます。アイヌというのはアイヌ民族の言葉で、人とか人間という意味です。明治時代になってアイヌ民族に対して同化政策が取られ、一度はアイヌの文化が崩壊し消えかかっていました。しかし今日ではアイヌ民族は北海道の先住民族として認められ、その文化や習俗を保存し復元し、そして次の世代へ伝えていこうとする機運も高まってきています。インネオタライランからって、今ね日本語でようこそと言われたでしょ。ようこそとこちらの方に言ったんですが、これは今私は民族の言葉でようこそ、因縁をたらいらんからってこう申し上げました。担当シリップが因縁をたらかってまったら、修学旅行の生徒たちは初めて体験するアイヌの文化にびっくりです。アイヌの人の言葉が普段自分たちが使っている言葉とは全く違っていました。良い天気ですということなんですけれども、私にとりましては孫のような皆さんがたくさん来られたことを嬉しく思って、担当シリピカと申しました。手拍子もお願いね。アイヌの古式舞踊を見学します。これはアマツバメの踊り。こちらは鶴の姿を写した鶴の踊り。そしたらこれから体験学習に入りたいと思います。その後生徒たちは体験学習でアイヌの古式舞踊に挑戦します。踊りにかなり圧倒されました。なんか音楽にも、初めて聞く感じだったんですが、なんか体に合ってるような自分の、踊りとかはやっぱり民族の違いとかで、あ、こういう踊りもあるんだみたいな感じで面白くっていうか。アイヌの古式舞踊を伝承し、
そして若い人たちに指導している藤谷さんは、ここ二部谷で民芸の店を営み、自らも厚し織を織っています。厚し織とは木の皮の繊維を紡いで織った素朴で美しい織物です。このアイヌ文化の踊りって初めから見せるための踊りではありませんからね、楽しむための踊りですから、だからここは割と自分たちが楽しむのが多いかな。メンバーがみんな楽しんで、で踊ってる人楽しくなければ誘えないからね、踊ってちょうだいってね。だから結構ね、みんな間違ってもニコニコしてますどうしても合わせなきゃないものではありませんからね、自然のものを捉えた踊りだから、もうね、踊りの中鳥の踊りが多いけど、鳥だってみんな同じように踊らないからね。だから少々形が悪くても楽しく踊るのがやっぱりこの古式舞踊かなと思ってますしね。35年前に東京から旅行で二部谷を訪れた高野さんは、アイヌの民芸の魅力に取りつかれてそのままここに住み着き弟子入りしてしまいました。長い伝統に支えられたアイヌの文化を何とか次の世代に伝えたいと思ったからです。で、今も伝統的なものづくりする人が本当に少なくなってきちゃったんで、貴重な文化だなと思って、これを次の世代にどうしても受け継いでもらいたいから一生懸命やってます。高野さんが二部谷に来た頃はまだたくさんの人が木彫りに携わっていましたが、今ではわずか5人の人しかできる人がいません。名人の作ったものはもう100年前のがね、もう最高レベルだと思ってるから、まずそれを模倣することが一番大事だと。お土産屋さんで売っているものは機械で彫ったり鮮やかに色付けされていたりします。そんなものではないアイヌ民族の本物の文化を高野さんは伝承したいと思っています。